塾長のトマです。今回なんですけれども、家庭用エスプレッソマシンを持っている方必見です。こちらのような家庭用エスプレッソマシンでラテアートってなかなか書けるマシン少ないじゃないですか。このデロンギマグニフィカ S もラテアート書けないんですよ。ノズルを改造してあげたりとかそういうのはあると思うんですけど、まあ普通は書けないと思うんですよね。ですが今回紹介させていただくこちらのナノフォーマーを使っていただければラテアート書けちゃうんですよ。ということで今回ナノフォーマージャパンさんから、まあいろいろラテアートをうまく描くため、ラテを美味しく入れるための器具をたくさんご提供いただきましたんで、それを紹介させていただきながら、このデロンギマグニフィカ S で美味しいラテ、そしてラテアートを描いてみようかなと思います。前回紹介した時はラテアートちょっと難しかったもんな、はい、できない。結局ここのスチームがパワーなさすぎて温まるし、泡はできるんやけど、できた泡がうまいことこうくるくる回ってくれないんで、きめ細やかな泡ができないんですよ。こういう家庭用マシンとかのエスプレスマシンってもうスチームから結構水が出てくるんですよ。なのでミルク自体が水っぽくなる。そうなん、だからスチームした後のミルク飲んだら、あれちょっと水っぽいなみたいな、そんな感じにもなるんですよ。ですがこのナノフォーマー使ったらもちろん水で薄まることないですよ、ね、なのでしっかりとしたミルクの味わいをそのまま引き出せるのと、きめ細やかなミルクを作ることができる、ご家庭で簡単に楽しむことができる、そしてラテアートができるということですね。まあ、今回そのナノフォーマー、いろんな YouTube チャンネルで紹介されてると思うんですけれども、まあ、改めて紹介させていただくのと、今回ナノフォーマージャパンさんからこちらのミルクジャグも2種類送っていただきましたんで、これも紹介させていただければなと思います。でこれはあんまり見たことないんじゃないですか。これちょっとピンと合うか分かんないですけど、はい、こちらがですね、温度計です。これ測るんですよ、ミルクの温度。はいはいはい、触れずに測れるってタイプね。はい、むっちゃ便利じゃないですか。例えばこういうデロンギのスチーム使う時とか、まあ、レンジで温めたりとか、温度どこまで上がってるかってなかなか見分けにくいやん。はいはい、ですけどこれあれば一発でいつもの温度まで温めることができると。しかもつけんでいいから洗わんでいいもん。正解、それがいいんですよ。はい、まあ、表面温度になるんですけどね、デイ1でどれだけきめ細やかなラテ用のミルクが作れるか、それも含めて皆さん楽しんでいただければなと思います。では早速商品レビューの方からいってみましょう。はい、ではまずは今日のメインナノフォーマーから紹介していきたいと思います。人気の商品なんでもうご存知の方多いと思いますが、この商品の良さはね、こちらを見ていただいたら分かります。こちらの先っちょにつけるこういうナノフォーマー特有の細かい、なんていうんや、難しいな、細かい網目状のこういうのがあるんですけどなんて言ったらいいか分からんまあこういうやつがあるんですけど、これのおかげでお店で出てくるカフェラテのようなきめ細やかなスチーミングができるという作りになってますね。これ2種類ついてるんですけど、ちょっと動画ではなかなか伝わりにくいですが、粗めのものと細かめのものがついてますね。これどういう違いがあるんだっけ。これがファインとスーパーファインで分かれてて、スーパーファインなら最高にきめ細やかなマイクロフォームが作れる、でファインなら少し固めのフォームミルクが出来上がるということです。なるほど。で一応スーパーファインは上級者向けみたいな感じでは書かれてます。まあでもスーパーファインの方がきめ細やかなミルクは作れるってことだよね。じゃあスーパーファインでやってみましょう。上級者向けで、もちろんいけるかな、失敗したらちょっと怖いけど。でこういう蓋ついてるんですけど、あとこういうのもついてまして、裏に粘着テープがついてるんですよね。なのでこれ貼っちゃおうか、いきますよ。これでこういうことですよ。まあでも確かにいいな。もうだからここにセッティングしといたらすぐに使えると。なるほど、こっちをね、はい、これ親父のか返さなかな勝手につけてもらったけど、はい、まあいいでしょう。はい、これはちょっと見せなかったんですよ。意外とこのグッズがね結構役立つかなと思って今回つけちゃいましたけど、後ほどフォームミルクを作っていきましょう。あとこちらも紹介させてください。こちらのミルクジャグもつけていただきました。これステンレス製になってますね。持ち手のところは熱くならないような素材になってるんですけど、これの黒バージョンもあるんですけど、これはステンレスに、まあ、上から加工してるという感じになりますね。まあ、どうでしょう、皆さんどちらがお好みですか。まあ、もちろん僕は黒が好きです、はい、黒大好きなんで僕。持ち手のとこかっこいいですよ。これナノフォーマーマークがついてます。こっちもついてます。これがナノフォーマーのマークなんですよね。でこちらが温度計になってるんですけど、まあ、表面の温度を測れるというすごい便利なアイテムになってます。まあ、こういう風に表示されるんですけど、もう一個いい点がつけれちゃうんですよね。
これだからエプロンとかにずっとつけといて、毎回こうミルクの温度測ったりとかしてあげるんで、めっちゃ勉強になるくらい。お家ではね、なかなかこう毎日はつけてられないですけど、保管もしやすいですよね、これついてたら。もうラテ自体が久しぶりなんで、できるかちょっと心配ですけど、ちょっと今回頑張ろうと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、ではナノフォーマー使っていこうと思います。さあ、このナノフォーマーの出来はどうなんでしょうか。まずはミルク温めてきましたんで、大体70度ぐらいなんで、70度のミルクをこちらでフォームミルク作っていこうと思います。では行きます。斜めに入れた方がいいと思うんで、これぐらいまで入れます。行きます。おお、めちゃくちゃ回るね。お、いいんじゃないですかこれ。もうちょっとフォーム使った方がいいか。フォームをちょっと分厚く刺したいときは、ちょっと上に上げて泡を作ってあげると、ちょいちょい止めてもう一回やるっていうこともできるんで、これ一個ポイントやと思います。業務用のエスプレッソマシンとかだと、こうなんか途中で止めちゃうとうまいこといかないんで、一発勝負なんですよね。はい、どうでしょう。こんな感じにはできましたが、結構綺麗にできてんじゃないですか。これ100均のフォーマーじゃなかなかこんな感じにできないですね。よし、じゃあ注いでいきます。いきます。いけるかな。ギリいけました。液体がこうちょっとシャバシャバしてるんで、こう流れやすかったんですけど、いやでも結構いい感じにできてるんじゃない。はい、ね、めちゃくちゃ久しぶりなんで、めっちゃ端に寄っちゃった、はい、まあまあまあ、まあ、ホームミルク的にはすごいいい感じじゃないですか。あ、でもだいぶ温度下がっちゃうねこれ。なのでミルクを厚めに温めてあげて入れてあげたら、多分ちょうどいいぐらいの温度になってるんじゃないかな。じゃちょっと飲んでみましょう。ですね、やっとラテらしくなった。前回やっぱこのデロンギのマグニフィカエスのスチームでやった時は、温まってるし泡もあるんだけど、泡がもうブクブクの泡やったんで、お店で飲んでるようなラテ感が全くなかったんですよ。もうちょっと泡立ててあげた方が良かったなと思ったけど、カフェラテらしく、ちょっとフォームの薄いカフェラテっぽくなりました。もうちょっと泡立てるためには、ミルクとこの先っちょの部分を距離出してあげて、これ半分ぐらい出してあげて、泡をまずバーっと大きいのを作ると。でその大きい泡をちょっとずつ細かく潰していくようなイメージで入れていただいたら、まあ、もうちょっと綺麗にラテアートも描けると思うし、もうちょっとお店っぽい分厚いケーキ食べてるような感触のきめ細やかなミルク作れるんじゃないかなと思います。もう結構いいですね。これぞおうちカフェをアップデートですね。まあ、でもいい商品じゃないですか。まあ、見た目もすごいシックな感じでかっこいいですし、やっぱ性能が全然違うんですよ。試していただいたら分かると思いますけど、100均の泡立て器ってもうこんなきめ細やかなミルク絶対できないんで、なかなかここまで綺麗にできるミルクフォーマーってないので、こういう家庭用エスプレッソマシンでスチームがなかなかうまいことできないって悩まれてる方は、ぜひこのナノフォーマー概要欄の方から見てみてください。まあ、この温度測るやつも結構便利なので、まあ、お家でも使えるし、バリスタされてる方とかね、エプロンにつけてバリスタしていただいたら、もういつでも温度を測れるという感じで便利です。まあ、ミルクジャグはね、注ぎやすかったし、ガシッと持てばあんまりブレないんで、まあ、初心者の方にとってはすごいやりやすいんじゃないかな。ブレないっていうのがね、結構重要なポイントかなと思います。では気になる方は概要欄の方から見てみてください。こんな感じでコーヒーのことをお話ししている LINE のオープンチャットや Twitter、Instagram などもやっております。そちらもよろしければ概要欄の方からチェックしてみてください。ではチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今回これで終わりたいと思います。ありがとうございました。